6月13日、夕のみ言葉。不真実と偽り等を私から遠ざけてください。信玄30章8節我が神を私から遠く離れないでください。詩偏38辺21節ここに二つの大きな教訓がある。すなわち、何を遠ざけ。 また何を願い求めなければならないかということである。クリスチャンの最も幸福な状態とは、最も聖なる状態である。太陽に最も近づいたとき、最高の熱を感じるように、キリストに最も近いときに最も幸福なのである。クリスチャンがこの世の偽りに目を注ぐときには、慰めを得ることはできない。 魂は神の道において生かされなければ満足できない。世の人は他のものによって幸福を味わうことができるかもしれない。しかしクリスチャンにはできない。私は不経験な人々が快楽に走っているのを非難しない。自由にさせておけばよい。彼らには他に楽しみがないのである。ある改心した妻はいつでも夫に対して親切であった。 彼女は言うこの世があの人にとって唯一の幸福な世界ではないかと思いますですからこの世でできるだけ幸福にしてあげたいのですとクリスチャンはこの世の浅はかさや罪深い快楽をはるかに超えた高い領域に自分の楽しみを求めなければならない無益なものを追求するのは神聖した魂にとって危険である ある哲学者は星を見上げて歩いていて穴に落ちたという。しかし、下を見下ろすものはどれほど深く穴の中に落ち込むことであろう。落ち込むことは致命的である。どのようなクリスチャンもその魂が怠慢であり、神から遠く離れているならば安全ではない。すべてのクリスチャンはキリストにある立場という大切な問題に関する限りは、 常に安全である。しかし、彼の清潔の経験、この世におけるイエスとの交わりに関しては安全ではない。サタンが攻撃するのは神に近く生活しているクリスチャンではなく、クリスチャンが神から離れ、霊的に飢え、偽りに生きる時である。悪魔は時には主の御用に忙しい神の子たちと戦うかもしれないが、 それは大体短期間である。屈辱の谷で足を滑らす者は、その度にアポリオンの攻撃を受けることになる。お、神と共に謙虚に歩む恵みを与えてください。